えー、私木村と申しししまますす今日はどうかよろしくお願いいたします、えー、私、えー、1997年とそれから2000年から2006年まで、えー、編集長をやらせていただきました、えー、1872年明治の5年に、えー、鉄道が初めて新橋横浜間に開業してから150年ということで記念の年にあたっております、えー、確か皆さんご存知だと思いますが鉄道の日は10月14日ですね、えー、実は10月14日は月日 明治天皇御臨席で、えー、お召し列車を一往復新井橋と横浜の間に走らせただけで実際の営業は行っておりません、えー、10月15日翌日から実際にあの普通のお客様が乗れるようになりましたここからちょっと時刻表の話になりますけど、えー、1925年4月大正14年ですね4月1日日本旅行文化協会から記者時間表発売 JT 時刻表の総刊、えー、号ということで。 こちらですこれが JTB 時刻表の総監号こういうよういよな時刻表ができました昭和17年の11月号でこの時間表というのが時刻表というふうに名前を変えましたこれが昭和17年の11月号です、えー、とそして2009年5月号、えー、とおかげさまで JTB 時刻表が1000号を迎えましたここにちょっと表紙の写真がございますこっちが1000号でこれは999号。 分かりますよ、ね、これ999ってインですね、えー、とわざわざですねあの松本零士さんのお宅に行きましてこのイラストを書き下ろしていただきましたで、えー、今、えー、とこれが一番新しい、えー、2022年の7月をこれが通関で1158まで来ましたで毎月毎月、えー、と発行してるんですけど実はこの「 全部の時刻を、全部の時刻をあの1から当たってるわけではなくて、前後と変わったところはどこかというところを集中的に見ております。ですから、この1冊にあの300万から400万ぐらい数字が入ってるらしいんですけど、正直目を通さないっていうかね。あの、右から左っていうページもございます。そうじゃないと体持ちません。 別に鼻高々で自慢話をするわけではないんですけど STEP というシステムは私の時代にあの開発したシステムであのこうやってネットの時代が来るだろうということを予測してデータベースを大々的に回収しましたで割り当てっていうのはであの1ページの中に、えー、どんな列車をどこに配置するかというこの配置の順番ですね基本的に左から右へあの時刻の順番に並べますけど途中で追い抜きがあったり特急がドーンといったりですね すったりすることあります。そこは見やすいように、あのそのページの担当者の裁量で並べ方をあの工夫していきます。あの左から右へっていう列車のことを言ってきました。やりそうに言ってきましたけど、実はその辺でかなり工夫をしているところもあります。例えば東海道新幹線のページで、東京駅を8時48分に出るのぞみ301号というのがあります。これが新大阪に11時15分に着きます。えー で11時15分着くんだけどその後にその次にすぐ左側新大阪に桜553号鹿児島中央行きというのがあります11時15分に望みがついて、えー、桜は11時18分発なんで左から右へ送らなきゃいけないのをここ逆転させていますこれはあのなぜかというと、えー、新大阪の駅でホーム離れてます隣のホームに良い所という乗り換えるんじゃなくて階段を降りて隣のホーム行かなきゃいけない3分では無理だろうと いうことで、えー、これは自国編集部からのメッセージで、それらは乗り継げないよということを、えー、メッセージで。これは日本全国についてやっていますので、あくまでも,もそのページの担当者の裁量といいますか、えー。ノウハウ、知識になるところが大きいかと思います。作っていて、簡単なページと、それから非常に難しいページ、難易度の差があります。例えば、意外な選挙なんですけど、この自国、今やっている自国の中で日本一難しいのは田沢湖線なんです。 皆さんには佐沢湖線というよりは秋田新幹線の一部というふうに思っていただければいいと思います。単線ですので行き違いするために時刻をちょっと変えないとぶつかってしまうんですね。なので途中の停車駅に先についてこうすれ違いさせてっていうのをそれを繰り返すんですけど臨時電車がボンと入ると非常に時刻変更の中継書きが多くなります。 で普通列車なんかもっと惨憺たるもので、小場がなんてばかばかしか走ってるんで、あの非常に待ち時間が多くなってえ、普通列車はもう20分ぐらい後に出発とか、そういうローカル列車にも引っかかってくるので、えー、大変だという日本一の難易度の高い線区は田沢高線なんです。それからえっといろんなこだわりもあります。地図関東の地図ですね。これについても非常にこだわりを持ってまして、列車の線路のこの駅から あの何々線は右へ分かれって言ったら必ずこの地図は右に分かれるように書いてあります。あのそれからここでスイッチバックするっていうときはこうこう行ってこう行くように線を書いてあります。ただ全国で一箇所だけ実際の線形になってないとか、四国四国の玄関口宇多津という駅、これなんか直行しているように見えるですね。瀬戸大橋分かってきた瀬戸大線と予算線がこう直行しているようにここに地図は書いてあります。 そんなことないんです。これ JR さんからのリ、あのー、クエストで、えー、ここ運賃計算で、キロ数で運賃計算をしろというルールがあるんで、それが分かりやすいように、を書いていてます。す。日本でで全国一箇所はここだけですなかなかここは面白い土地だと思いまして、実はこの図書館の建っているすぐそばが、 配線跡なんです、ね、あの国分寺から分かれて、えー、昔下川原線って言ってあったんですけど北府中そして東京競馬場前へ行く線路がありましてそういう廃線跡がまずすぐそばにあるということですねそれから自動改札も武蔵野線がの中でで初めてなんですね一番日本で一番最初は阪急の千里の駅なんですけど、えー、JR 国鉄では一番最初に、えー、自動改札を導入したのは武蔵野線です。 三条線っていうのは東京の中で一番発展した線区の一つだと思います。あと中央線についてはね、日本の大動脈の一つだというふうに思います。そういうところを利用されている皆さんってのは非常に幸せかなと思いますので、以上です。どうもありがとうございました。